ドン・ショランダーはアメリカ合衆国の男性競泳選手。夏季オリンピックで通算5個の金メダルを獲得している。1946年、ノースカロライナ州シャーロットで生まれたショランダーは、フロリダで水泳を教えていた叔父のニュートン・ペリーから競泳を学んだ。少年時代に家族と共にオレゴン州のレイクオスイーゴに移った。ショランダーが最初に熱中したスポーツはアメリカンフットボールであった。しかし、彼の学校のチームに加わるには背が低すぎた。その代わりに、レイクオスイーゴ高校の水泳チームに入ったショランダーは1960年に新人ながらチームをオレゴン州水泳選手権で1位に導くのを助けた。1962年、ショランダーはカリフォルニア州サンタクララに移り、ジョージ・ヘインズの下で練習を始めた。2年後、18歳のショランダーは AAU の国内選手権で自由形3種目で優勝した。これらにより2つの個人種目と2つのリレー種目でアメリカ代表となり、数ヶ月後に行われた1964年、東京オリンピックで4つの金メダル獲得と3つの世界記録更新という快挙を収めた。これは1936年のベルリンオリンピックでジェシー・オーエンスが達成して以来となるアメリカ人の1大会最多メダル獲得となった。この功績により、最高のアマチュアスポーツ選手に贈られるジェームス・サリバン賞や AP アスリート・オブ・ザ・イヤーにおいてジョニー・ユナイタスを大差で破って受賞した。また ABC のワイドワールド・オブ・スポーツのアスリート・オブ・ザ・イヤーにも選ばれた。イェール大学に進学したショランダーはスカル&ボーンズやデルタ・カッパ・イプシロンに参加した。この時の仲間の一人が後の第43代アメリカ合衆国大統領、ジョージ・ W ・ブッシュだった。大学のチームではキャプテンを務め、全米大学体育協会選手権で3回1位に輝いている。1968年のメキシコシティオリンピックで2度目の五輪出場を果たし、200メートル自由形リレーでは金メダルを獲得するも、200メートル自由形では銀メダルに終わった。しかし、それが、自身のベストであったと考えているという。オリンピック終了後、ショランダーは競泳から引退し、活動の場をプールの外に移した。ショランダーに成績に対する評価として、1965年に19歳で国際水泳殿堂入りしたほか、1983年には米国オリンピック殿堂に殿堂入りしている。また、オレゴン州スポーツ殿堂にも入っている。1971年には自分の水泳やチームメイト、コーチ陣について、また世界の水泳における密室政治について記したディープウォーターを上梓した。また、この続編として1974年にはインサイドスイミングを書いている。ショランダーはレイクオスイーゴに住み、不動産開発会社を経営している。ショランダーが獲得した金メダルは、レイクオスイーゴのダウンタウンにあるバンクオブアメリカの支店で公に展示されている。スマイリー・ハイとスーザン・ザ・ペリー・レガシー・ライブズ・オン OCALA.com 2009年6月1日閲覧 AB ノータブル・オーゴニアンズダン・ショランダーオレゴン・ブルーブック2009年6月1日閲覧 ABCDEFG エガーズケリーメダルファティーグポートランドトリビューン2009年6月1日閲覧 14th Annual Oregon Interscholastic Swimming and Diving Championships Oregon School Activities Association 2009年6月1日閲覧 400m 自由形 4×100m 自由形リレー 4×200m 自由形リレーで世界記録を更新したフェアリー、トム、A、スポーティングブルーブラッド、ESPN.com、2009年6月1日閲覧、ダン・ショランダー、インターナショナルスイミングホールオブフェーム、2012年2月12日時点のオリジナルよりアーカイブ、2009年6月1日閲覧、スイミング&ダイビングインダクテス、オレゴンスポーツホールオブフェーム、2009年6月1日、閲覧、ありがとうございます。